ママが、ゼイチ君急いで逃げて。ママが、え、急いで早く逃げてよゼイチ君。危ない。よし、あ、ゼイチ、もう一気、無事か。司令官。ママが、よし、待てゼイチ君、ピエロがまた来たよ。何、よし、ここはわしに任せて、お前らは B2 に逃げるんだ。ん、え、ゼイチ君、早く逃げてよ。急がよゼイチ君、司令官が時間を稼いでるうちに。よし、逃げて、ゼイチ君、急いで。僕たちみんな殺人ピエロに殺されちゃうのかな。はぁ、うぅ、待って、おー、殺人ピエロがこっちに向かってきてる。早くこのエレベーターの輪を閉めて、早く。はぁ、なんとか間に合ったよ。はぁ、ママが殺人ピエロに殺されちゃった。あ、天一君大丈夫？地上の世界なんてもう絶対に行きたくない。一年前に僕たちのバンカーの B1 エリアが殺人ピエロに襲撃された。203年前の戦争で根絶したと思っていた殺人ピエロが実は生きていて、いきなり襲ってきたんだ。マキ、殺人ピエロがいつ B2 エリアまで攻め込んできてもおかしくないし、 B1 にはね、まだ生存者がいるかもしれない。だからね、やられる前にこちらから仕掛けるぞ。今日 B1 奪還作戦を決行するぞ。ついにこの日が来たね。この日のために僕たち、この1年間この仲間たちと猛特訓してきたからね。確かにマイキー、ここにいるね、みんながね、 B1 を奪還したいと強く願っている勇敢な選手たちだ。よし、ということでみんな、作戦決行前にね、ピエロに関する知識をね、確認しよう。そもそもね、ピエロが一番最初に発見されたのはね、205年前のニューヨークなんだ。その時ね、ピエロは世界に1体しかいなかったんだけれども、どんどん数が増えていって、2年後にはね、ものすごい数になってしまったんだ。ゼイチ君、殺人ピエロにはどんな特徴があるの？そうだね、マイキー、殺人ピエロはね、人間を見たら攻撃することと、倒してもね、倒しても数が減らないっていう特徴があるね。うんうん、それ以外のことはね、正直何も分かっていないんだ。ほぼ何も分かってないんだね。でも僕たち1年間猛特訓してきたから負ける気がしないぞ。ということでね、最後の訓練をするぞ。対殺人ピエロの戦闘術をおさらいしよう。よし、みんな、まずはね、このダイヤモンド装備をね、装着するぞ。よし、このダイヤモンドは世界で一番硬い物質なんだよ。殺人ピエロの攻撃を食らっても、この装備なら絶対に痛くも痒くもないはず。よし、そしたらね、このダイヤモンドの剣を装備しよう。よし、で、剣を装備したらね、あの見張り台からね、飛び降りながらね、攻撃をしよう。そうすればね、威力が高くなるぞ。おお、全時間見てて。うん、頑張ってマイキー。よし、対殺人ピエロの剣術を僕が見せてあげるよ。よし、行くよ。お、ドーン。よし、よし、こうやって、よし、よし、よし、おお、ゼイチ君すごいでしょ。僕はこの剣術をマスターするまでかなり時間がかかったよ。ダイヤモンドの剣ならば、この殺人ピエロって簡単に倒せるはずさ。おお、マイキー、かなり強くなったね。ん？ん？ボブ？あ、なんだい？ボブの剣さばきも見せてよ。お？おお、まあね、ボブはね、最強の選手だからね。うん、お、頑張ってボブ。ん？お、大丈夫かな。おほほ、おお、おお、一瞬でピエロのダミー人形を倒したぞ。さすがね、僕たちのチームの最強の選手だ。やるねボブ。うん、じゃあ今日の奪還作戦でどっちがたくさんピエロを倒せるか勝負しようよ。マイキー、そういったことはやめよう。殺人ピエロはね、まだわからないことが多くて危険だよ。油断するとね、足元を救われるよ。冗談だよゼイチ君ね、ボブ。よし、そしたら僕も、お、このね、高台の上から飛び込んでね、ダミー人形を倒すぞ。よし、じゃあ僕も飛び降りるぞ。 3,2,1。 よし、おお、
よし。ナイス。よし。そしたらね、みんなもね、訓練をして、この後作戦を決行するぞ。よし、決行だ。よし。よし、準備万全だ。マイキー、ボブ、サラ、トム、ロブ、エリザベス、ウィル、マリー。今日は誰も死なずにね、ピエロたちから B1 を奪還しよう。よし、僕たち1年間猛特訓したし、ピエロには負ける気しないよ。僕たちなら絶対できる。あとね、 B1 にはね、まだ生存者がいるかもしれないよ。 B1 を奪還すればもしかしたら助かる人もね、いるかもしれない。僕のね、お父さんもまだ生きてるかもしれないんだ。ん？ん？え？ボブも奥さんと子供が B1 に取り残されてるの？そうだったのか。ボブ、家族のこと不安だよね。そういえば、マリーとウィルもこの B1 奪還作戦が終わったら結婚するんだよね。おほう、よし、絶対に今日 B1 を奪還してね、みんなを幸せにするぞ。みんな、希望を捨てずに頑張るぞ。よし、頑張るぞ。司令官、僕たちを守るためにピエロと戦って重傷を負って寝たきりになってしまったんだ。マイキー、司令官の分まで戦うぞ。司令官、よし、じゃあ作戦決行だ。行くぞマイキー。よし、行こう。よし、ここからね、 B1 に行くぞ。みんなついてきて。よし。そしたらね、このはしごをね、登っていけばね、 B1 に出れるはずだ。よし。ん？ん？あ、何の音？え？え？入り口が閉まっちゃったの？え？マイキー、B2 の安全のためにね、閉じたんだ。僕たちもね、作戦を成功しないと戻ってこれないんだ。タイラは立たれたぞ。なるほど。僕たちは B1 に確かめられるってことか。はあ、何としてでも B1 奪還作戦を成功させるしかないね。うん、成功させよう。よし、それじゃあね、行こう。よし、そしたらね、このはしごをね、登っていけば B1 に出れるぞ。うわ、少し緊張してきたよ。作戦が失敗したら僕たち死ぬってことだよね。はあ、うん、よし。そしたらね、この蓋を開いたらね、 B1 エリアだ。みんな緊張するけど、人類のために行くしかない。よし、よし。そしたらこの蓋をね、開けるぞ。ん？あれ？ん？開かないな。え？待って、この蓋錆びついてて開かないぞ。そんな、仕方ないな、爆弾で無理やりこじ開けるしかない。ん？そしたらね、ここはね、この爆弾を使ってここね、起爆させます。おー、よし。おー、開いたぞ。おー、開いた。よし、そしたら外はどうなってるんだ。どうなってるの？ B1 はどうなったんだ。どうなってるんだろう。外には殺人ピエロはね、近くにいなそうだな。よし、見ながってきて。わかった。え？うん、それにしてもね、 B 版が廃墟みたいになってるぞ。本当だ。はあ、かなり静かだね。殺人ピエロはいないのかな。うん、確かにね、近くには殺人ピエロは見当たらないんだけれどもね。でもみんな油断せずに行こう。いきなりピエロが現れるかもしれない。わかった。よし、作戦も簡単だ。まずね、地上の扉に行ってね、扉をね、鉄格子で封鎖するんだ。そうすればもうね、外からピエロは入ってこれなくなります。なるほど。そしたらね、 B1 に残った殺人ピエロを一匹残らず殲滅するんだ。そうすれば B1 をね、奪還することができる。なるほど、その案ならば絶対に殺人ピエロに勝てるね。殺人ピエロたちに人類の底力を見せてやる。よし、ただね、扉を閉鎖するまでね、なるべく殺人ピエロに気づかれないように進むぞ。無駄な戦闘をね、避けるんだ。わかった。そしたらみんな、とにかくね、地上の扉に向かって進んでいくぞ。よし、
あそこの扉に向かえばいいんだ。よしよし、じゃあね、周りを警戒しながらね、進んでいこう。うん、絶対に扉を封鎖してみんなで生きて帰るぞ。よし、そうしよう、頑張ろう。うん、近くに殺人ピューラーね、まだいないみたいだな。いないみたいだね。うん、よかった。よし、みんな絶対に扉を封鎖するぞ。よし、殺人ピューラーもいないな。うん、安全そうかな。うん、まだね、殺人ピューラーね、見当たらないね。うん、ただ油断しないでいくぞ。よしよし。ん？ん？ちょっと待って、みんな、動物たちが生きてるぞ。え？なんでだろう。殺人ピューラーはね、人間以外の動物には一切興味がないんだ。だからね、動物たちは無事なんだよ。なるほど。ああ、よかった、動物たちが無事で。うん、よし、早く先に進んで扉をね、封鎖するぞ。よし、行こう。よし、うん、ああ、とりあえずね、今のところピエロはいないな。よしよし。ん？みんな見て、図書館もピエロたちのせいでボロボロになってる。へえ、そんな、ひどいありさまだ。ああ。だけど全員違う。ん？全然この周り、殺人ピエロがいないね。もしかしてもう、この B1 にはいなくなってるんじゃない？確かにね、今のところ殺人ピエロは見当たらないんだけれども、油断してると急に現れるかもしれないぞ。だから気をつけよう。慎重に進んでいくぞ。わかった。よし、絶対に扉を封鎖するぞ。絶対に封鎖しよう。慎重に進んでいくぞ。よし。うわ、え、しー、なに、みんな、なになになに、前方にピエロを発見した。え、一体だけなんだけれども。うそ、どうしよう。ここはね、戦うべきではない。扉の閉鎖がね、最優先だ。遠回りになるけれどもね、あのピエロに気づかれずに迂回しよう。え？でも待って、あのピエロ、一体しかいないんでしょ？そしたら、倒した方が早いんじゃない？ピエロなんて最低な奴ら、もう僕たちで倒しちゃおうよ。え？ママ、早く逃げて、ママ。早く、早くロコ解除しないと。え？ママ、わぁ、そんな。確かにね、僕もピエロを倒したい。でもダメだ。安全重視で迂回するぞ。感情に任せたらね、すべてが台無しになってしまう。もう、善一君は慎重だな。まあ、そうしよっか。うん、そうしよう。ん？え？ボブ？え？ボブが倒しに行くだって？一体だけならピエロに気づかれずに一撃で倒せるだって？え？確かに。ピエロはね、僕のお母さんの仇だ。僕だってピエロを倒したいけれども。どうすればいいんだ？あれ？あれ？ん？あ、待って。まずい。ボブがピエロを倒しに行ってしまった。こうなったらボブがあのピエロを一撃で仕留めることを祈るしかないよ。善一君。ボブならきっと大丈夫だよ。ちえ、ボブに手柄を取られちゃったな。僕は倒したかったのに。頑張って、ボブ。よし。ん？あれ？聞いてないぞ。まずい。ボブ逃げろ。え？そんな。ボブ！ボブが。はあ。というか、まずいぞ。え、今のでピエロたちに気づかれたかもしれない。へえ、嘘。殺人ピエロが。みんな戦闘に備えろ。動画がいいねと思った方はチャンネル登録高評価、 Twitter のフォローと Instagram のフォローと TikTok 登録よろしくお願いいたします。よろしく。よろしくね。